種目でやっぱ絶対外せない種目ナンバーワンは、はい、ダンベルショルダープレスです。ダンベルショルダープレス、はい、じゃあちょっとレクチャー踏まえて実践していただいてもいいですか。わかりました、はい、で今まではこれを使ってたんですね、はい、あのちょっと短い、はい、短いあのベンチを使ってたんですけど、はい、最近はこれを使うようにしました。はい、でちょっと微妙なところですね。
胸に入るか入らないかぐらいの角度、ギリギリの角度、はい、これぐらいに一応セットしてやってます、はい、理由はこれも1個上げるだけで、はい、重量と関節がすごい落ちちゃうんです。あ、そうですね、はい、でテーマはとりあえず高重量を 高回数で扱うっていうことがとりあえずこの種目ではメインなんで、これだけ違うだけで上がるんだったら、まあ、俺はこっち取っちゃうっていう、はいはいはい、はい、なるほど。で結構あの最初っていうの大変じゃないですか、はい、だからもう最初僕浅く座って、はい、もうほぼベンチぐらいの状態にして、はい、バーンって上げます、はい、そこから椅子引いてあげてスタートポジション、はい、多分今のバーンっていうのは重要なんですか。バーン重要ですね。ここで8割の力大体使っちゃうんで、はい、ここで例えばうーってやってる間にもう絞れっこ落ちちゃうんで、使えないから最初はなるべく肩使わないようにバーゴンバーゴンって、はい、ふわーって上げちゃって、はい、それからこうで、ここからすぐにフッて始めないで、はい、一回肩甲骨をグッとセットします。セットして、セットして最初だけゆっくり落ちます。はい、で耳あたりですね、自分は、はい、耳からフッと上げて、はい、もうこんな可動もこんなす、もうずーっと負荷抜かずに乗ったままで動かすようなイメージですよね。でこれで、まあ、2セットは、はい、高重量高回数意識して、はい、で特に今減量中とかなんで、これであのその1週間の栄養状態とか、はい、あの体の調子を見ます。なるほど。ここで重量が下がってたりするとちょっと摂取カロリーを考えたりハイカーボンを設けたりとか、はい、あのまあ、手遅れになる前に1日のトレーニングでこう体力測定という意味でやってます、ね、なるほど、はい、でショルダープレスは3セット目からはしっかり下げます、はい、しっかり下げて肩甲骨をしっかりもっと寄せた状態でしっかりと肩にダンベルがつくぐらいまで下げて可動域を決めて、はい、遠くに弾くような感じ。なるほど。これでまあ2セットやって4セットっていう感じで4セットやってます、はい、でちょっとね、あざみさん式のこのトレーニング、まあ、バリエーションとして、ぜひ入れてみてほしい。僕もこれで前あざみさんでやった時になんすかね、なんか終わった後廃人になったんで心臓きますね。心臓きますよね、はい、なんでこれぜひね、減量中の方、特にカロリー消費したい方は試してみてください。ありがとうございます。あら可愛い。あ、違う違う違う何やってんすか。もう肩パンパンでもどうしても分かっちゃいますちょっと26、27の海の家が、まあ、ジンの家っていう形でやるんですけど、まあ、ベルタさんっていうちょっと海の家があって、そこで、まあ飲み放題、普通に通常であれば3000円で、まあ、2時間制とからしいんですけど、まあ、今回ちょっとね、入場に5000円、まあ、僕らとファン交流できるってことでかかるみたいですけど、まず中に飲み放題とかついてて、でそのままゲストとしてあざみさんと井上さん、マッスルグリルと、まあ、僕がいるみたいな形で、ちょっとイベントやりますんで、はい、ちょっとあざみさんの方からあれば。はい、で今ね、その何をやるかっていろいろ打ち合わせをして、どうやらこれはすごい楽しくなるんじゃないかっていう話がしたいです。はい、でちょっとあの来て入れないっていうのを避けるために、1部制2部制、海の家自体が80人ぐらいしか入れないんで、まあ、2部制で、2日にわたってできればなって感じです。そうですね、はいはい、で26、27、8月2、3ってやるんですけど、4日間とも、マッスルグリルしっかりいるんでまあちょっと分かんないです金曜日は絶対います、ね、はい、安住さんもしかしていないかもしれない。井上さん絶対いるんで自分はちょっと予定なんですよ本当に逃がさねえぞっていう、はい、まあ、いつも通りふざけながら、はい、海なんでね、そうですね、はい、まあ本当パンイチでね交流できる機会ってなかなかないと思うんで、そうですね、はい、海だけで、まあただ今回ちょっとお酒もね、成人の方は飲めるんで、まあ、ちゃんとその未成年の方はね ID 見せて、飲める飲めないっていうのをしっかりしていただいて、はい、で、まあ、お酒入るんでちょっとね、治安が乱れないようにそこだけは、はい、自己責任お願いします。あんまり治安乱れすぎて井上さんちょっとね、はい、膝が飛んできちゃう、膝、井上さんの膝がちょっと飛んでくるんで皆さん気をつけてください。楽しく、はい、楽しく、はい、はい、でまあなんかイベントやるから来てくださいってよりも、単純に海の家でみんなでバチャバチャしようぜみたいな、そういうことです、はい、まあ、そんなイメージで来てもらえれば、はい、はい、嬉しいです、はい、どうせ海に来てね、なんかちょっと、みんなバラバラってよりもマッチョはマッチョで集まって、間違いないですね、はい、はい、で全く俺たちはちょっと資金高くないんで多分来やすいと思う、はい、はい、お待ちしてます。とりあえず予約ですね。とりあえず予約、下に概要欄貼っとくんで5000円握りしめて、はい、来てください、はい
カツアゲみたいですね。五千握りしめてこいよ。まあ夏1回しかないので今年はね。そうですね。夏1回しかないので、はい、もう楽しく盛り上げてやってきました。で、この海の家貸し切れるってのも、まあなかなかない機会だったんで、はい、僕もノーギャラだったんですけど、まあ、こういう機会ファン交流ってなかなかないと思って今回受けたんで、まあ、皆さんね来てもらえればなと思います。はい、よろしくお願いします。待ってるぜ。待ってるよ。 Yes, cause now I'm running late. Tick tock, tick tock. Wristwatch is past 9. It's hip hop, hip hop to it. I got flex time. Between the hours of 9 and 10 I get clocked in. So if my supervisor don't see me then I'll be locked in.I'm in a rush of leisure, so I gotta keep it brief. Hold up, for a minute, let me brush my teeth. Okay. Hopped up in the shower quicker than a nigga cheating. Cops is flexing on the tower from the shit up on the weekend.